昇格圏へ近づくため、そして降格圏を脱出するため、結果を求める甲府と群馬、両サポーターの拍手を受けて今前半45分キックオフです。間走ってきた、左足で打った荒木、泉さん、その前にもね、こうクロスっていうね、そういうシーンもあったんでね、少しそこに目がいっていたのかなっていうのもありましたし、やはり荒木のこの関口、さらに外、取り替え、中にはリラ、グランダのボール、リラ、関口のシュートはゴール右ですっていうね、本当にこう崩しっていうねところを表現できてますよね。ボールを奪います、野津田、泉沢キープ、リラに出した、リラ左足、野津田のシュート、追加点甲府、こぼれたボール走り込んだ野津田学人、上がってきてますから、やはり攻撃の矢印っていうところは前に向いてますしね、もう絶対に吹かさないんだよっていうね、そういう、まあ、利き足じゃない右足でしたけどもね、押し込んだっていうね、本当にもう少し横幅を大きく使っていった方が相手のプレスは回避できると思いますね。野津田のカット、こぼれたボール、泉沢狙った、3点目、相手との駆け引き、その中で3点目を奪いました、泉沢陣。そしてディフェンスとの距離を見計らってね、あ、もうここはシュートだなと、渡辺が来ないって思いきや、もう素早くね、しっかりとしたコントロールシュートでね、右隅に狙いましたよね。そういうコーチングも出てると思いますしね。はい、久保田が体を張った、鳥海が奪い返した、鳥海運んでかわして左足、4点目を決めました、甲府個人技で決めた4点目、鳥海が来るというのを予測してね、ボールを置いてますよね。で最後はもう松原のポジションで股の下っていうところはね、うまく狙った、いや取り替えらしいゴールじゃないですかね。2人とも今日ゴールを決めています。野津田が狙った、落とした、松原パンチング、いや本当にいいキック精度ありますしね、もうここから縦回転で落としていくっていうところ、攻撃の手を緩めない甲府です。ヒールで左サイドの荒木へ、泉沢、野津田、クロス、リラー、ドンピシャリのヘッド、こう剥がしながら、まあ、ここもそうですよね、クロスと思いきや野津田が上がってくるっていうね、でも決めてくださいっていうボールを入れるんですよね。今内田が開けたスペース使いましたよ、北川、ね、そして大前ノーファルです。左サイド泉沢、カウンターなるか、右サイド小柳が走っていきます。泉沢が前を向く、狙った、渡辺もどっちに来るんだっていうのが分からなくてね、背中向けてしまいましたからね、でしっかりキーパーの位置っていうところはね、もう感覚でね、こっちだろうなっていうところの予測のもとの逆を狙ってね、宮に2017年に大宮時代指揮していましたので、その精度の高さ知っていると話します。コーナースラッシュ、ボール、川田パンチング、1点を返した群馬です。川田の弾いたボール、最後詰めたのはなくてもね、ファーサイドには白石流れようよっていう、でニアで流してファーサイドで決めようっていう、そういう狙いのもとのコーナーだと思うんですけどね、しっかりとした、まあ、デザインされたコーナーで1点をまず取りた、これは大きいと思いますよね。はい、やはりメンバー交代をして、その途中から入った選手、この白石が決めたっていうことで、ランニングできるっていうね、そういう強みもありますよね、相手にとっては怖い存在ですよね。はい、が狙った、ファインセーブ、松原しっかりと枠、サイドネットあたりで、ね、浮き球、左サイド、高橋、中山からのワンタッチ、クロス、高井が飛び込んだ、ポストです。いや完全に崩しまい、ここですよね、このシーンでは田中走り出してましたからね、はい、あとは決めるだけっていう、群馬としてはこの位置で奪いたいんですが、リラに出た、オンサイド、リラ運ぶ、リラかわす、折
り返した。追加点甲府、ガッツポーズの長谷川。折り返しでそこにね長谷川が詰めてましたよね。やはり途中から入ったっていうそういう悔しさも長谷川の中にあったのかなっていうね、そういうゴールですよね。運びながら幅を使うで縦に入れながらそういう出し入れをしながらの攻撃っていうところね。吉永から田中を走らせる、オンサイド、中には2人、クロス、お前ダイビングヘッド、お前2点目。しっかり走っていたお前でね、吹かさないようにしっかり体を倒しながらしっかり面で捉えましたからね。まずはここに走っていた田中でお前、バイヤーがプレスをかけます。そして試合終了のホイッスルです。ホーム甲府が6-2、ゴールラッシュによって5試合ぶりの勝利をつかみました。